こんにちは、ムです。今回は星3最強ドリブラーのアダマ・トラオレ選手を紹介していきます。はい、ドリブル特化の育成すると、ドリブル91、スピード90、瞬発力99、ボディコントロール90、星3としてはかなり高いですね。はい、スキルはダブルタッチ、らしくはアシュラコントロール、エアボトル。はい、トラオレ選手は面白くて、まあこういうドリブル仕様に育成できるし、こういう爆速タイプにもできるし、ゴリゴリタイプにもなるんですよね。はい、極端ですけど幅は広いですよね。はい、気になった方は獲得してみてください。はい、ディビ上げ企画2回目。こちらがルールです。2回目にしてすでにテーマ切れです。皆さんの興味のある話題があれば教えてほしいです。はい、今回のテーマは無料で課金する方法。はい、過去に何本か動画にしてて人気のあるテーマですね。はい、いい人をしてたら課金というのは必ずついてくるもの。課金したくないという人はいないはずです。まだ課金したことがないという方は金銭的な事情が大きいんじゃないかと思いますが、今回紹介していく無料の方法ならやってみようという方が多いはずです。はい、この動画では過去に紹介した方法をまとめて紹介し、それに加えてまだ紹介していない方法を2つ紹介していきます。まずは過去に紹介した方法。1つ目は LINE ポイント。友達追加やアプリインストール、LINE ゲームなどをすることで LINE ポイントが貯まります。そのポイントを iTunes や Google Play カードに交換するやり方です。二つ目はモッピー。様々な案件をクリアすることでポイントがもらえます。無料で挑戦できる案件もあるので、学生の方も気軽にできます。はい、三つ目、Google アンケートモニター。Google 公式のアプリ。不定期でアンケートが来て、それに回答することで Google プレイクレジットがもらえます。一回でもらえる金額は高くないことがほとんどですが、積み重ねれば着実に貯まります。4つ目トリマ、歩くことでポイントが貯まるアプリです。またアンケートや様々なミッションを達成することでも貯まります。はい、5つ目 TikTok ライト、動画を見たりログインしたりいいねをすることでポイントがもらえます。今見ている YouTube みたいな感じで動画を見るだけで稼げるんですよね。自分は1回しか見たことがないですが、1ヶ月連続でログインすることで甘ギフなど豪華景品がもらえるイベントもしています。はい、ここから新しいやり方を紹介します。一つ目、NISA。はい、NISA というのは株や投資信託の利益に対してかかる税金が非課税になるという制度。はい、高校生の方も授業で金融教育をされていると思うので聞いた方が多いと思います。基本的には長期積み立て分散と習ったはずです。短期の売買や個別の株をメインでするのは向かない制度ですが、これを利用して課金することもできます。はい、僕はお金系の YouTuber じゃないので、NISA の始め方だったり、まあおすすめの銘柄などは控えさせていただきます。はい、二つ目は副業。仕事や学生などの本業とは別にお金を稼ぐやり方。はい、いろんなやり方があると思いますが、おすすめの副業は YouTube。最初の数ヶ月から1年くらいは無収入ですが、収益化条件をクリアしたら青天井。もし YouTube を始めたい方や、もしくはやっているけどなかなか伸びなくてアドバイスが欲しいという方は、ここのコメントでも DM でも言ってください。はい、どこをどうしたらいいかわからないと、まあ嫌になるし、伸びないですからね。はい、メンバーシップに入っていただければ詳しく教えてあげれます。強制するわけではないですからね。はい、コメントも全然返しますんで。はい、今回は星3最強ドリブラーのアダマ・トラオレ選手を使いながらディビ上げ企画やっていきました。課金できたらより楽しくなるはずなので皆さんやっていきましょう。以上で出ます。バイバイ。